さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット大戦 V では続きをやっていきましょう。次は第26話ですね。メリダ島、ネイルアガマ格納庫、アルベルトビストは行ってしまうのか。しかるべき機関に引き渡すって、別にしかるべき機関に引き渡さねえだろ。治療施設が揃ったところに輸送するのだって、チェーン順位なんだ。それは約束できんよむしろひどいことしに行くんだろう。マリーダさんを頼みます。しまったか。そうか、ミネバザビっていうことは誰も知らないのか。こっちの世界ではミネバザビって別に顔出しはしてないのかね。これだけ人がいたらなんか誰か知ってそうな気はするけど、誰も知らないってことは存在そのものがあんまり表に出てないんだろうな。トゥアハーデータナン艦長室、革新的なブレイクスルー。ああ、こっちの方がレベルが高いんだ、技術的に。趣味が高じてさそんな専門的な話できないでしょ。君は相良軍曹と付き合っているのかな。直球だね。やれやれ、怒らせてしまったようだなって。確かに質問の意図がわからぬ。何かを引き出そうとしたんだな。テッサは普通に答えてるし、ウィスパード普通に話したね。サイコミの技術もそうなんだ。アマルガムはウィスパードを手に入れようとしていると。
協力をお願いするため。仮説の段階。敵襲、敵襲。マデューカス、報告を。コードエンジェルが発令されました。極東方面軍すでに壊滅状態。コードエンジェル。世界が終わる。日本第三神道教師。第三神道教師第一中学校教室。エヴァはね、一番新しい映画は見てないんですよね。てか普通にテレビシリーズのなんかね、わけわかんなくなる前までは見てたんですけど、わけわかんなくなってから全く見なくなりましたね。もう意味わからんみたいな。だから新しい方のね、映画はね、全然内容がわかんないですね。マリとかね、全くどういうやつなのかわかんないっす。一応先生たちには圧力がかかっているのか。この人の指示に従うようにみたいな。まあ、話からするとまだシンジはエヴァに乗ってないっすね。ネルフのことを何にも知らない。何このサイレン。避難訓練の警報。第26話、降臨するもの。もう乗ってるし。無理やり乗らされた系なんだ。使徒が来る。第4の人。そう、こいつもね、なんかいつの間にか第4の人になってたしね。最初なんか第3人サキエルでしたよね。やられた。頭部破損、損害不明。活動維持に問題発生。状況は？シンクログラフ反転、パルスが逆流。
ター反応なし、生死不明。初号機完全に沈黙。おわ、マジンガが来た。あれが使徒と呼ばれる存在。一応知ってるんだね。第三浸透巨子中枢に到達するとセカンドインパクトが起こる。使徒ってのを止めなきゃ世界は終わりなんだ。光子力研究所のマジンガー Z、 コードエンジェルの発令で救援に来たと。暴走。これで一件落着、世界も守られたってわけだ。あ、それはそう簡単にはいかないよな。来た。敵と認識している。連邦軍、いや絶対役立たないよこんなの。普通に攻撃してきてるし。モビルスーツからの応答なし。あれは無人機だ。わかるんだ、あれには人は乗っていない。ネルフと連絡がつかない。エヴァンゲリオン対使徒用の兵器。モビルスーツ部隊については正体も目的もわからない。やるしかない。
エヴァと戦うのか、初号機ヒットポイント1枚以下にする。っていうか AT フィールドがさ、どこから貫通するかだよね。作品によって違うからね。一番最初は4000だったかな。4000まで全部無効化っていう。でブレストファイヤー強くね。っていうかさ、ビッグバンパンチとかもう使えるんだ。光子力ビーム1から7。こいつも結構記録が必要系だな。一応ちょっとここに置いとくか。ブレストファイヤーでいこう。やばくねえか強くねえかこいつ。ちょっと待って靴の内容、これ必中かけたらさ、精神コマンドのあれがなくなっちゃうね。 67% だから、まあ、とりあえず当たるのを待つか。して鍛えようかな。ってかこっち狙ってくるんかい。もう完全防御でしょ。あ、マジンガー軍団もいるんだ。え、ちょっと待って2回行動かよ。いきなりやばいんだけど。いや、お前らじゃ無理だよ。弾かれた。こっちは何しに出てきたの？マジ無駄なんだけど。ただのさ、エヴァのさ、気力上げに貢献するだけなんだけど。てか、これはまずいな。普通に1から6。腹痛は唱えておこう。底力4があるけどね。ちょっと逃げよう。で、自分に修理かけて。おお、だいぶ回復するね。でもボスボットなんて絶対いらないよ。ここは一騎打ちだ。やるしかない。EX アクションは特に使えないからコンビネーションか。これでいこう。 73%。 エヴァに反応してるか。マジか。仕方ない、こいつで動きを止める。ロケットパンチ。
よし。戦艦は2機。どうしようかな、ヤマトだな。で、まあ、この3体は出すとして、ダブルゼータと、ニューガンダム、クスイガンダム。今回はね、ちょっと、まあ、マイトガインは出すとして、アーバレスト出しましょう。ソウスケとね、ビルキスはね、やっぱり少し鍛えていくんで、ここら辺はたまに変えていきましょう、出すメンバーは。ちょっと待って、結構少なめだな。ニューガンダムは絶対出すでしょ。クスイガンダムもちょっと出しておいて、ストフリもまあ強いから出す。クアンタ、ユニコーン、悩むね。ゲッター出そう。よし、今回はこれでいこう。ドンドベル、厄介な相手。マジでやばい。そこで戦ってるのがマジンガー Z だよ。あれが向こうにマジンガーがいる。あれはグレートマジンガーって言うんだ。名前も似てる。グレートマジンガー。エヴァンゲリオン、さあとりあえずガンガン行こう。まずはどん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 前に出よう。そうか、なでしこはあれだな、秋とか出てないときは特に重力波ビームとかいらないから、秋とを出すときになでしこもセットで出すか。っていうかハサウェイとかすげえ、本当に機動力が半端ないな。かなり優遇されてんな、新キャラだからか。ソウスケをね、なんかできればちょっとやっぱり上げていきたいんだけどな。どうする、一回耐えよう。痛い。うわ、きついね、これ本当にきついね。下げるか、合流しよう。あれ、アンモンか、今激突数いくつだっけ。40なんか、そろそろ50になるな。耐えた、さすがだな、アンクシャ。新型だけはある。
しかしそれも気力が上がったらもう終わるな。ちょっとマジでまずいね。ちょっかいを出すのはやめとくか、今回は。教習もなあ。そうそうそう、こいつはねミノフスキードライブをね装備させたんですよ。こいつらどうする？かなりちょっとかなり逃げよう。こっちに来られても困るかんね。エヴァが、君らはこっちに退避しなさい。あのロボットは一体何をやってるんだって思われるので、主人公の修理装置で回復させよう。久々だな修理装置使ったの。援護に入るのか。やられると分かっていて援護に入ってくるかなこいつら。ちょっと待って、ニューガンダム買わせるか。そこが怖いな。フィーファンネルいける？突っついてみよう。あ、突き破った。4000当たってないけど突き破ったね。マジンガー Z、 カブト工事。やはりこいつは何か知ってるな。隠してるね。アンデルミサイル、なんとなくセーブしとこう。来た来た。おお、かわせるね。ほらその代わり突き破れないんだけど。あ、なんで、ちょっと待って。命尽きるまで戦う。よし、ラムダドライバーが発動した。いける。カウンターってさ、こういう時いいねなんかカウンターすげえ役立つって思ったの初めてだよ。発動しなかった。てか強っで、こいつは倒そう。 EX アクションラムダストライク。これさ、 AT フィールドって貫通するの？絶対貫通しないよね。まあ、いや、スマッシュヒット使って、これも使って直感をかけて、てこいつ誰で倒そうかな。なでしこで倒すか。いかねえし。倒すか。よし、行くぜ。これってちなみにさ、エヴァって倒したらダメなの？なんか別にそんなことは書いてないよね。強化パーツ持ってるわけじゃないしな。ヒットポイント回復症、 AT フィールドを見てみよう。3500以下、バリア貫通無効化。3500か。だからさっき3800が当たったんだな。ラムダストライクを使おう。このターンで決着をつける。機体を無力化させる。使うぞラムダドライバーを。
一応ちょっとグレートマジンガー投入するか、直感かけてサンダーブレイク。特に何も言わない。手加減はする。だからお前も耐えろ。しかも優しい。優しい割にはお前も終われたって言ってるからね。人がいる。さやかとボスがいるよ。あ、当時じゃん。生体反応があります。初号機、動きを止めました。また何か来んの？うわ、ドラゴン。ドラゴンだったらさ、自分たちで来れそうだけどね。
さてさてさて、じゃあ行きますか。5000か。問題はないな。さて、じゃあアンジュ、若干攻撃力がやっぱり弱いな。4500で倒せるかな。大丈夫なんだっけ。まあちょっと減ってるけどいけるな。ピクモンパンチ使おう。ノーコメントか。コース。え、また来んの。うわ、使徒だ。連続で来てんじゃん。いや、でもドラゴンは全部俺が倒せよ。パターン青、使徒と確認。初号機の準備はできてるな。ケーブルは大丈夫なの？ケーブル出てっけどさ。
第5の人を撃墜。で、エヴァ初号機、何を持ってる？あー、ガトリング砲と武装一斉攻撃もあるんだね。で、0号機は？ガトリング後方があるね。最近のさ、エヴァ0号機ってさ、そう、修理装置を積んでるんだよね。なぜか知らんが。さーて、どうすっかな。まあ、とりあえずこっちへ行くか。ケーブルの移動制限はなさそうだね。まあ、ドラゴンは倒してこう。ボールレンジアタックはね、一応強化パーツを積んでるんで4発分は全部で撃てるかな。1回補給して、あとはどちらだっけか。マイトガインはいいや。ビームサービルしかな、打てないよな。あー、通ってるし。破れんのかね。フェアリーブレス使っちゃおう。まずはどうしようかな。戦艦で攻撃をかけるか。こいつは接近専用だね。いや、倒しに行こう。マグナムで援護攻撃を入れる。ブラックゲッターいけるか。スマッシュヒットは使えない。無理だったか。リープサッシャーで倒そう。戦艦はなんだかんだやっぱ強いな。サンダーブレイク撃てる。こいつか。一応直感をかけて EX アクションは撃てない。人類の敵。
今ここでやらなきゃダメなんだ。全員倒そう。ワイトガインはもうフェアリーブレスを使ったから、よしよし届くやつから狙っていこう。マジンガーをどうするかな。ヒットポイントの高いやつを狙っていこう。ハンドミサイル、スマッシュキットスーパーリペアキットはこれを使ってくるにしよう。動いてないか。わかりづら。ラムダストライクは届かない。だが、なるほど、回復してくるのか。そういえばやられる。ヤマトはダメだ。1万7000は大丈夫か。一回減らそう。7400。エネルギーめっちゃ使うね。ハンドルミサイルで一回ちょっと削って、EX アクションのスマッシュヒットからのラムダストライクと。おお、ドラグニウム結晶。さて最後、綾波鉄壁をかけたか。違うか、トリンコでいかないとダメだ。突き破れるかこれ本当に。頼んだわよ、みんな。いける。大丈夫だね。AT フィールドを抜かれた。てか、ミサトさん出てくるんだね、普通に。よし、行くぜ。最後は、レッカこっちか。ターゲットを固定。仕上げはこいつだ。
よし、完璧だぜ。まだ終わってはいない。龍馬、俺と一緒に来てくれ。それは話せない。ダメだ。グレートマジンガー、マジンガー Z を超えるロボットだ。今んとこマジンガー Z の方が強いけどね。ネルフ司令執務室。ロンドベルへと出航させる。カツラギニサなんだ。カツラギニサって言いにくいな。スケジュールが歪んでんだ。翼のインちゃん。ラーカイナの格納庫。
コージの方がなんかあれだね、兄気分だね。マジンガー Z、 グレートマジンガーに似ている。ビューナスウェイをどうすっかな、修理役として出すかどうかだな。本当の名前を言うのが筋ってもんじゃねえの。鶴木哲也、平行世界の同一人物。てか年齢表作ろうよ、年齢表マジでわからん。じゃあまたファクトリーを覗きますか。ロンドベル、
100ポイント。チョボムアーマーマルチセンサーリペアキットだからいりませんと。また増えたね機体が。マジンガー Z、 マジンガーもね使ってはいきたいからね。あとはエヴァもねやっぱり使っていきたいからね。本当に15体担ぎてれんのは。ここでカミーユもいたらさ、今カミーユがいないからゼータガンダム出してないけど、カミーユが来たらまた出撃するのがあれになるな。半分半分で分ける。主人公とヒュッケバイン、グルンガスト固定を何人か、5人固定で10人10人入れ替えるとか、ちょっとなそういう運用方法が必要になってくるかもね。まあ、なるべく主役系の機体は出していきたいっちゃ出していきたいからな。もうこれモブキャラ、もうモブキャラっていうのは申し訳ないけど、モブキャラは出番完全にないね今回。というところで、じゃあ第26話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。